マギル、俺たちが地脈をさまよってた時、お前は何をやってたんだ？鐘を鳴らしておったのじゃよ。開きっぱなしの地脈の裂け目から聞こえんかったかい？鐘なんてどこにもなかったと思いますが。姉さんはメルキオール様と戦ってたんでふよ。姉さんはとっても頑張ったんでふ。こりゃビエンフ、そんな言い方をするとこやつらが勘違いするではないか。だってずっと耐えてたじゃないですか。僕は感激したでふ。ああ、耐えた耐えた、笑うのを必死でな。あのジジイから笑い話でも聞かされたのか。にらめっこをしておったのじゃ。昔からあのジジイはジジイ顔での、若いミソラからああまで老け顔じゃったかと思うと、笑いがこみ上げてたまらん。わしもまだまだ修行が足りんでの。100と8つの笑いの発作を鐘の音で砕いておったのじゃ。バリーン、グシャーンと景気よくな。もしかして砕けたのってマギルーの？わしがジジイへの恋に破れて乙女心が砕けたなどとあさっての同情するでないぞえ。そんな妄想してないよ。あなたが地脈の裂け目を守ってくれたのですね。違うと言うておろうに。勝手にわしに頑張ったでしょう授けるでない。受け取っておきなさい。どうせどうでもいいでしょ。ま、そうじゃな。